おはようございます。店長です。名古屋からの出稼ぎが終わりまして、久々にローキーズ札幌に来てます。本日の営業は、10時から17時、イベントの後ですね、あのメンテナンスは、出張行ってる間はメンテナンス係、1号2号が、メンテナンスをしてくれてたんですが、結構あのエビなんかもね、販売できましたんで、水槽内がガラガラになってます。でこれから今日はあの月曜からの出張の準備と、ちょっとあの水槽の中をですね、販売水槽の中を整理整頓しようと思います。見えますかね、もうほとんどね、ガラガラってわけではないんですけども、かなりあのパッキングで販売に持っていったので、まあ、10匹15匹単位で皆さん買っていただいたんで、販売水槽のエビが少なくなってます。はい、あ、なんか死んでる。これはですね、多分ですけど、コケ取り用に、水槽のコケ取り用にあの落とし芯をですね入れてたんですが、まあ、エビはね 4,5 日ぐらい餌あげなくてもなんともないんですけど、落とし芯くんはやはり 4,5 日餌がないとちょっと厳しいかな。でもまあ水槽のコケなんかを食べてくれるので、そんなに餌はいらないんですけれども、このおとしんくん、もう2年ぐらいここの水槽入ってましたんで、寿命もあるのかなと思ってます。またちょっとおとしんくん買い足さないとね。はい、ここは今もう大和沼エビしか入ってません。ここもあのパッティング販売で皆さんに買っていただいたエビが入ってました。これがあの通常の1匹のお値段なんですけれども、あのパッキング販売の場合、イベントの時は10匹ぐらいでこの値段で売ったのかな、販売しちゃったのかな。はい、お買い得でしたね。さて、このエビちゃんたち、スカスカの水槽を、通常の状態に持っていくためには、常松社長のところにですね、エビを発注しないといけないんですね。はい、こちらがですね、パッケージ販売をしたんですが、まだ水槽が出来上がってないということで、お金を先にいただいて水槽が出来上がるまで、ローキーズ札幌の方で飼育しておいてくださいということで、お預かりのエビになります。まあ、クラス的には、グレード的にはライトグレードと、まあ、中間グレードの間かなっていう感じかな。はい、でも今あの照明切ってますけど、照明をつけるとですね、本当に綺麗なんですよね。ちょっとやってみますね。ちょっと暗いな。4、5日照明をつけて一切つけてないので、まあ若干白が薄くなっているとは思いますけど、こうやって照明を当てるとですね、
綺麗になります。来週明けぐらいになるのかな。楽しみにしててください。店長でした。